皆さんこんにちは、トウコです。本当は美味しいイギリス料理の第4回目ですね。今日は、こちらのアイスランドのヨーグルトスキールについてご紹介したいと思います。で、まあ、美味しいイギリス料理って言いながら、これアイスランドの食品で、もう第4回目にして外国に頼ってしまって、本当はやっぱりイギリスってそんな美味しいものないんじゃないかっていう疑惑を持たれると思うんですけど、このスキールには私すごく特別な思い入れがあって、でぜひ紹介させていただきたいので、ちょっとイギリスではないんですけど、ごめんなさいっていう感じで紹介したいと思います。はい、それでちょっと話は長くなるんですけど、私がこのスキールを知ったのはまだ日本にいた時で、日本で旅番組を見ていたらアイスランドがやってて、そのアイスランドの中でスキールっていうのを紹介されてたんですね。でそれを見た時に、このヨーグルトは絶対私の好きなタイプのヨーグルトだなと思って、でイギリスに留学に行ったら、イギリスからアイスランドってすごく近いので、ぜひこのスキールを食べるためだけにアイスランドに旅行に行きたいって思ってたくらい食べたいなって思ってたものなんですね。でそしたら、なんと普通にイギリスのスーパーに売られていたっていうので、すごく嬉しかったです。で今日はちょっとこの食レポをしていきたいと思います。はい。で一番のスキールの特徴としては、この食感なんですね。すごく硬いんですよ。こんな風に逆さまにしても全然落ちてこないぐらいのこういう硬さがあります。で硬さの雰囲気としては、お豆腐とヨーグルトをなんかこう混ぜたような感じですかね。すっごい滑らかなんですよ。でなんで私がこれをこんなに食べたかったかっていうと、こうヨーグルトを買ってピロピロってこう開けると、裏にちょっとヨーグルトがついてるじゃないですか。ちょっと硬いヨーグルトがついてると思うんですけど、私はこの硬いヨーグルトだけをもっといっぱい食べたいっていつも思ってたんですね。で、まあ、いわばスキールっていうのはこの硬い部分だけをたくさん集めたような食感なんですよ。伝わりますかね。はい、そんな感じなんです。落ちない、すごい硬い感じですね。で、まあこうちょっと感じでちょっとぶどうと蜂蜜をかけてみました。でこのスキールのいいところは、すごく脂肪が低くて、でタンパク質が高いっていう健康的な食材なんですけど、その割に味がなんかレアチーズケーキっぽいっていうか、その食感がなんですけど、なのですごく食べ応えがあって、あまり健康食品を食べてるっていう感じはしないのに、実は健康っていうところもいいなと思います。うん、本当に濃厚なんですよ。1回分のカップっていうのも売ってるんですけど、カップはだいたいフルーツとかが入ってるんですね。でやっぱりフルーツが入ってるせいなのか、多分水分が出てるので、この硬さっていうのはどうしてもフルーツ入りのやつはちょっと損なわれてるんですね。だからぜひこのプレーンを試してもらえたらいいなと思います。はい、なので旅行に来られたらぜひスキールを試していただくのと、あとイギリスのいいところは、ちょっと今後わかんないんですけど、今のところEU にまだいるので、そのヨーロッパのものがすごく安くて手に入るっていうことなんですね。まあイタリアとかフランスのものですね。日本ですごく人気のあるエシレバターって高いと思うんですけど、そういうエシレバターも普通にスーパーで
安くで売ってたりとかあるので、まあ、そういうのを試すのも楽しいかなと思います。はい、では今日はアイスランドのヨーグルトスキールを紹介しました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。